はい。どうも皆様。アーサーでございます。ダークソルディマスター、やっていきましょう。今回はですね、俺自身が、アイアンゴーレムになり、この千の古城を、守っていきます。で、装備。ゴーレムアクス。脳筋用の武器ですね。今回こちらを使います。で、防具は、ゴーレム一式。プラス、メバチの指輪と、こんな感じですね。で、捨て振り。ですね、今回、ちょっと武器と防具が重すぎて 軽ロリできませんでした。ということで、中ロリでやっていきます。中ロリ、ちょっときついんですけど、大丈夫っす。千の古城は、罠が豊富なので この罠をうまく活用していき、敵を倒す。それで行きましょう。侵入者。何人たりとも、生かしては解散。それではやっていきましょう。そこに進んだが、できれば先回りしたかったところですが、しゃあない。3人。先進んだな。よし。いきます。中ロリだと歩くの遅いな こんなもんか。これじゃ罠抜けるのも苦労しそうだ。待ってんな。なんだあいつ。おうおうおう。随分余裕たっぷりじゃないの。何を企んでる？こっちにはな、遠距離用の攻撃もできんだよ。やはりフォースか。近寄らねえ。シューターでいいだろ、ここは。うわ。雷の矢持ってたか。マジか。これずっと食らってるとまずいな。エストがゼロになるわ。あの銀騎士はさっきから何をやってるんだ、あいつ。まずいですよ。近づいたらフォースで落とされるし、離れたら雷の矢食らうしで、これ一旦引いた方がいいかもしれんわ。ダメだ、逃げよう。このままで死ぬ。危ねえ。一旦武器を修理します。でも、相手多分もうそろそろ雷の矢なくなるんじゃないですか。さっき撃ちまくってたんで、あと何発残ってんだろう。エスト1本しかねえからな。早いとこを使い切ってくれると助かる。いて。あ、なくなったか。どうやら弾切れみたいですね。さあ、どうする？おかねえも持ってんな だからもう遠距離用のスペル持ってないっしょ。こっち来るしかないんじゃねえの？俺と落下しバトルやらないか。フォース使ってくるぞ。ローリングで避ける。危ね。そして、肛門を掘る。はい、さようなら。生きてんのそれ。嘘だろ。なんで俺は死ぬん？おい、マジで言ってんのそれ。これは、ないわー。気を取り直してやっていきましょう。OK。今回は先回りされてませんね。よろしい。やっぱ先に行かれるときついわ。で、敵は一人。おお、開幕煽ってくるか。怖いな。これは逃げるしかねえだろ。平和持ちか。容赦ねえ。逃げよっと。あんな平和使われてる状態で突っ込むやつなんかいねえだろ。敵も来ないか。俺が行くしかねえのか。あんま怠慢やりたくねえんだよな。待ってますわ。また平和使ってるよ 誰も行かないって、そんなの使われてる状態で
いやでも中ロリだけど、強靭はバカみたいに高いんで、ゴリ押せばいけるか。相手体験だし、勝てる。勝てるぞ。やるっきゃねえが。当たりません。 いける、いける、いける。勝てるぞ。こっからはもうゴリ押しで、神で怒り持ってんの。でも中ロリでも避けれんだよ、怒りは。もう怒りは打たせん。ここで死ぬがいい。危 ねえ。対戦、ありがとうございました。なんか、意外と、タイマン勝てんな。開幕闇で死んでいくか。怖いな。あれ、てかこれ、さっきのやつじゃねえの？ホストは下か。で、向こうにいるのは、ソラールか。お前まさかカンコスなのか？ちょっと、ここら辺でさ、カンコスバトルやらないか。今のうち。じゃあな。お前、ソラール神の怒り使えたっけ？あ、おかしいな。逃げよう。これ逃げるしかねえ。神の怒り火力高えよ。やべ、死ぬ。まずいまずいまずい。このソラールのパチモンがや。ソラール神の怒り使えねえだろうな。雷の矢打ってこいよ。許せねえ。ソラールが神の怒り使っていいのなら、俺もさ、グレクラ担いでいいか。バレへんか、別に。落ちねえな。こんな強攻撃で落とすのむずくない？やべ。こいつどっからできた。おかしいな。ちゃんとクリアリングしたはずなんだが。やべ、死ぬ。まずいぞ。オッケー。次はホスト。お前の番や。やべ、これ体力的にまずいな。俺が死ぬわ。バイバーイ。 よくやったー。これが、千の古城や。ここを簡単に抜けられると思うな。あー、先進まれてんな。あー、マジか。最悪な立ち位置。これは、どうすればいいんですかね。敵3人、魔法使い。これはいくらアイアンゴーレムさんでも、勝ち目薄いのでは？って思うじゃん？勝ってるんですよ。レベルシンク！友達こいつ、許せねえ。こいつここで殺す。回復はさせません。生きてる？死んでる。 さあ、友達は一人お亡くなりになられた。次は君の番や。おめえのそんな貧弱な槍じゃな、俺のこの強靭な体をひるますことはできねえ。 弱い、弱すぎる。おい、落ちろやな。 さあ、あとはホストだ。おい、待てよ。残光持ってる、怖え。あれ近づけねえわ。 やべえ、危ねえ。ああ、死ぬかと思った。いや、まずい。あいつ霊体4つもいいだろ。間に合うか。霊体は呼ばせませんよ。来る前に終わらせる。残光ブンブン丸に勝てるのか。怖いな。いや、だが強靭クソ高いんで残光ブンブンも怖くないんだよ。生きてんな。死ね。あ、避ける？マジかよ。甘いよ。肛門がガラ空きですよ、あなた。その肛門ごと吹き飛ばす。対戦ありがとうございました。 これが千の古城守護神アイアンゴーレムです。ご視聴ありがとうございました。